チュンテーラー内田の運勢鑑定、楽しみ。はい、先生今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、春といえば前回にも言いましたけど、これ新年度ですよね、はい、いう形に来ますんで、それぞれの方にね、ワンポイントのアドバイス、運勢の強い人はさらに強く掴んでいただくためにね、本当にワンポイントだけお時間いただいてお話し直したいという、まあ去年の年末ぐらいからですか、佐田くんがすごいんですよ来年はとかいう話をずっとしてたと思うんですが、ね、これは佐田くんと言いますと、これ三碧木星って、これがもうマックスです、はい、マックス。それで、佐田くん覚えておいてくださいよ、これね、カメラの向こうでね、スタッフですね、はい、向こうでこれどういうことか、うなずいてます、はい、ということはこの4月も同じ、はい、要するに三碧木星がど真ん中に来ていて、今月もマックスなんです。これ以前に一旦覚えていただいてるかな、こういうふうに、魔法陣という声がありましてね、中央に真ん中に合同星がおるんですよって話を、はい、しましたよね。ここに、はい、入ってきたやつがマックスなんですよ、はい、今年三碧がここに入ってきてるど真ん中に、でこの4月もここにど真ん中、4月の5日星陰明といってね、ここからこう変わるんですけど、ね、記憶は記憶、明治の明、明るいと書くんですけど、三碧ど真ん中、これはもう今年マックスに来て今月マックスですよ、うん、もう最高じゃないですか、すごい。これで手抜いてたらどうするんですか、本当ですよ、今やらずしていつやるか、ね、そうだ、はい、例えば今までにちょっと怠慢こいてちょっと手抜いてたりするとか問題事があったりすると、この勢いですよ、この勢いのいい時にやっつけてしまうんです。あ、なるほど、自分が強いんですから、なるほど、ね、そういうの、私問題事が大きいなと思うやつも小さく、うん、潰すことができるんです、最小限でできるんですね、うん、で、要するに災い事が小さく、喜び事を大きくできるんですから、はい、今ですよっていうのが三匹、まあ順不動になりましたが、で順番に今度一泊水星っていうのがね、はい、初代アシスタントのルンルンがそうですが、はい、これまたすごいです、チャレンジ精神で今年からぐっと来る年です、月を呼んできますよ、嵐を呼ぶんちゃうんですよ、月を呼ぶんです、はい、間違いなく飛躍できますからね、はい、はい、ルンルン見てくれてるから頑張っていただきたい、もう間違いなくチャレンジ精神で突き上げますからね、これが時刻同棲、はい、ごめんなさい、一泊の一星、はい、次時刻同棲、はい、はい、ご奥さんとこの奥さんに帰ってちゃんと言ってくださいよ、はい、もう好調の波に乗れる幸運な年です、ある意味頂点を迎えた私に言わせたら、ある意味頂点マックスに来る三匹よりまだ勢いがあると思っていただいたらいいですね、すごいじゃないですか、じゃあまだ生きよるわけですから、はい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 、で三匹は頂点ですから、もう今もうマックスですからね、ここ行くんですか、はいはい、もう勢いはまあ言うたら今のね、三匹はもう桜の花が満開の状態です、うん、そんな状態ですけど、まだこれから開いてきますよっていうのがこの時刻ですよ、ラッキーな一年です、うん、大切なことは、はい、臆さず挑戦していただきたいですね、もうどん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 積極的に、はい、はい、これが時刻です、おー、いいですね、でこの時刻は今言ったように、はい、4月が三匹が真ん中って言ったように、時刻は来月5月がど真ん中に来ますから、はい、月もそういう状態です、いいです、今月来月にかけてものすごい強いですよってこういうことです、みんなすごいいいですね、いいですね、来てますよ、来てますよ、ね、はい、はい、そして次に、ごくさんと私のこの白くになっていきますけどね、はいはい、運気は決して悪くないんですよっていう話は、あの前々回ぐらいでね、させていただいたと思いますよ、だけど今月から考えていただきたいことは特にですね、攻めより守りに重点を置いていただくといい結果がついてまいります、今までが勢いに任せてやってこれたんです、自分が知らないところでもその運気の流れに乗ってですね、上昇に乗ってものすごい状態でカバーされてくるような、そういうところがあった、ですから、はい、用心深さは求められますよ、へ、うん、間違いなく、慎重に、そうですね、はい、攻めより守りを重点ですから、対人関係なんかにおきましては特にね、はい、謙虚さが求められ大事にしなければならんというのが、はい、この今年の主力です、はい、でこのメインです、
はい、もう去年の年末からも嫌というほど話しましたけど、遊びほうけてるデカ村くんです。あれです、もう仕方ないんですよ。前回も言ったかも分かりませんけど、今年1年は小休止、小休止、小休止を楽しむ1年です。あ、もうね、ゆっくりとリラックス、一休み一休み、リラックス。だから講師の死の方が充実してくる。あら、もうこれはほっといてでも遊びの誘いが来たり、もう僕は断ってるんですけどね、もう勘弁してくれと。そうです、俺仕事がしたいんだと。そうですよね、ずっと言ってるよね。ねそういうふうな形なんだけど、もうこれほっとかんのです。あ、そうか、流れが、うん、周りじゃ、周りは知らないんですよ。あまり、うん、デカ村さんがそんなところにあるってこと知らないんだけど、もう一人でにそういう流れがこの合同性の年回りがそう来てるもんだから。はい、特にこのもう4月、うん、もう鼻に浮かれてそんな状態ですよ。もうどこまで行っても世間の人から見たら遊びほうけてるみたいな、うんうん、そう見える。ちょっとちょっと、そう見える。もう友達にしてもね、うん、デカ村さんはジャイアント君は仕事いつしてるのか。わかる、それわかるわかる。待て待て待て、いやいや本当になんかそんな感じがする。いやあれは一体仕事なのか遊びなのか、講師の区別が全く周りから見ているとどうでしょうか。ね、まあまあ悟空さんなんかだとそんなをずっと何年もの間見てるから慣れたもんです。悟空さんだって。まただと先生、デカ村君毎年小休止のうちで見たいですうん、悟空さんなんかからだったら見えてるかもしれないめちゃめちゃ働いてますよ本当に。ね、まあまあそういうことですから、まあこの講師のけじめですよね、うん、要するにオンとオフの切り替えがものすごく逆に言うたら難しい。あ、そういう時だから、うん、だから自分リラックスしてしまってるから、だからこういう時何を気をつけないかんかって、うん、これなんですよ、はいはい、口は災いのそう、ね、まあそういうことでポロッと自分はそのリラックスの状態でやってるもんだから、はい、相手はそうじゃないじゃないですか。そうですね。ね、そういう言った時が、うん、あの違う方にこうイレギュラーしてね、うん、しちゃうケースがあったりするということです。気をつけておきます。はい。ね、本当に気をつける。はい、あで次に六泊です。はい。六泊はこれ現状維持ですよ。はい。今年なぜか言いますと、今年はって言ったらもういろんな形のものがあってですね、分岐点、変化を意味するところに来てるんですよ。うん、ですから夜明け前だとかいうみたいなこの変化、季節で季節の変わり目になる時だから、運勢においても変わり目あるところに来てる、うん、ですからこういうふうな時ですから、もう現状維持に努めることの方が一番大切、うん、変化来てるからと変化せないいかんのやじゃないんです、うん、その変化って決して喜ばしい変化だけじゃないということですね。自重しなければならであれば、現状に自分がどんだけ全身全霊傾けていくかっていうことの方が大切になっていく、うん、はい、いよいよ来ましたよ、接近戦。はい、ここが問われる時です。え、ハートですか。心の在り方が問われると思います。あら、はい、というのは、前にも言いましたように、はい、頭の上からさんさんと降り注ぐ時ですから、良くも悪くもいろんなものがあからさまに表面に出てくるわけですよ、はい、華やかさもあるなと思うところがあるし、いろんなものが出てくるんですよ。出てきてます、本当に、はい、出てくるんです。さまざまな評価が出てきます、うん、人間関係においても離合集散というのが出てきます、はい、うん、もういろんなことが出てくるから、それに対してその時にどんな心持ちを持たれてるかっていうのが問われるんです、はい、ね、要するにいい時にいいようなことは誰でもできるじゃないですか、はい、ね、そういう時ですから、こんな時にここは求められる、はい、ね、で続いていきますと、次八泊同棲、はいはい、これはもう一番季節で言うたら冬で、あら、方角北ですから、うん、我慢我慢忍耐の1年になってきますから、そんな時こそ不平不満を言わずに感謝です。忘れずに内面を磨く時、冬ですから冬眠しそう時ですよって以前にも言うたと思いますけどね、冬眠ですから体休めとんです。その分ここさえます、ここが、はい、そして最後休止、はい、これはもう準備、来年の準備に向けた年ですから、はいはい、夏ぐらいから明確な着地点が見えてきますよ。九州の方楽しみにしとってください。そういうふうな年回りで、急ぎ山は9つの方の話させていただきました。はい、わかりました、はい、じゃあ次回楽しみにしております。はい、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。
Facebook の友達に会いたいのコーナー。会いたい。はい、さて今回はですね、はい、前回の三好忠さんのご紹介によりまして、はい、矢野忠俊さんに、来ていただいております、はい、それでは早速お迎えしたいと思います。はい、じゃあじゃ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 らじゃ、こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いしまして、はい、じゃまずは自己紹介から、お願いできますでしょうか。はい、はい、矢野忠俊と申します。ブルーウェイっていう会社で、流通業とかあとデザインガラス関係、を行っております。で趣味は、長年ですね36年空手を、やっておりまして、今は子供あるいは一番町の方で、女性も安心して来れる空手スクールをやっております。はい、はい、よろしくお願いします。まあね、前回の三好忠さんのね、うん、ご紹介ということで、はい、まあ、その空手つながりというそうですね、はい、ご出演いただいてるわけなんですけども、はい、36年、36年ですか。すごい。そしたらあのなダンダンっていうんですかね、はい、そういうのもかなり、いやそんなにかなりではないんですけど、ダンはまあ2段で2段で、そうなんです。めちゃめちゃ強そうですよ、ね、いやいや空手ですもの見るからにだんだん筋力がいやいや落ちてきてトレーニングとかしてらっしゃるんですか。そうですね、まあ本当にあの無理のないぐらいのトレーニング、はい、ちょこちょこっとしたことで、そんなにハードには今やってないですけど、はい、36年前ってことはその時はおいくつから始めてるってことですか。15歳ですね。そうですね。何、はい、かきっかけあったんですか、空手始めようっていう。空手、あ、ちょうど、うん、当時は空手バカ一代っていう、ありましたね、はいはいはい、漫画がありまして、あ、で当時は大体の少年は結構それにハマって読んでて、で空手やりたいっていうことで、実は一緒に始められた方も結構いらっしゃったんですか、その時は。そうですね、当時は大人が多かったですね。まあ高校生の同級生とかもかなりいてて、はい、ちょうど空手を始めた時が、私中学浪人、中学出て浪人を1年間してまして、はい、でそのちょうど浪人した時に、まあ勉強も本当はせないかんのですけど、なんていうかやっぱり空手やりたいということで、もうやりたくてたまらなかったですね。そうなんです。で実際やってみてどうでした、うん、そのやっぱりイメージしてるのと実際やってみてのギャップとかもあったでしょ。あんまりギャップっていうのはなかったですね。辛いとか、こう、まあ、しんどいっていうのはありましたけど、しんどいっていうよりかもやりたい楽しい方が上回ってて、やっぱり空手やっててこうなんか得られたものってのあるんですか。ありますね、まあたくさん先輩とか先生に教えていただいたこともたくさんありますし、はいはい、自分でもやっぱり体験する中で、うん、あの団体競技ではなく個人競技なんですよね、はい、そうするともう自分との一つは戦いであるし、はい、どこまで妥協して稽古をするか、うん、同じ稽古をやってもまあ妥協してちょっとしんどいからちょっとここは手を抜いてっていうのでやるのか、もう自分に負けない稽古ができるのかっていう、それはもう自分との取引なんで、そこに勝っていった時には爽快感がすごくありますし、やはり稽古がやっぱり非常に大事だということですか。そうですね、稽古が大事だと思いますね。でもその中でやっぱりあの頑張ることだけではなくて楽しむことっていう、頑張ることにあんまり頼りすぎると頑張ってない時にはじゃあ自信がないのかっていうことになってしまうんで、空手の中のその楽しみ方っていうのはどんな何なんですかそれそうですよね、まあさっき言った自分の気持ちが上回ってることですよね、で挑戦することが楽しいとか、稽古でも自分に勝って負けない稽古していくことを楽しめるっていうか、山登りと同じだと思うんですよね。旗から見たらなんであんなしんどいことと思うんですけど、登ってる人は爽快感があったり、チャレンジ精神があったりとか、人生みたいなもんですよね。そうですね、やっぱあんまり苦しいことは長続きできないんで、短期間しかできないと思うんで、まあ楽しみながら、なるほど、その中で、まあ手を抜くこともあると思いますけど、でもがっつり行くときはがっつり行くみたいな。
まあ、そんな中 で、 ちょっとね、お仕事の話とかもね、そうですね、そのデザインっていうか、あの、はい、なんかガラス、うん、それ気になるそうですね、ちょっと具体的に言うと、あの、まあ、ステンドガラスとか、あとあの普通の板ガラス、透明のガラスに砂を吹きつけて、はい、こう削っていく、あのサンドブラストとか、そうですそうですそうです、はいはいはい、で彫刻をしていくっていう、そういう それをやって作ってらっしゃるんですか、それともそれをこう販売するっていう、まあ、両方ですよね、両方なんですね、はい、作るのも作ってるんですか、デザインして、はい、優しい、はい、制作して販売してっていう、それはいつ頃その習得されたんですか、その技術っていうの。ですね、もともとは学校出てあの金融機関に入って、はい、で6年間サラリーマンやってたんですけど、はい、まあ、やっていく中でこう数字数字数字の世界なんで、なんかちょっと疑問が生まれてきましてですね、まあ、お給料はまあまあもらってましたけど、これが面白いんかなっていう、やっててね、そうですね、これを一生の仕事とするにはどうなんだと、まあ、そこで一つあの迷った時に、本屋さんに行った時に、そういういろんな本を見てた時にデザインガラスの工房の本に出会って、それでうわーって思って、まあこんな綺麗なものを作る仕事があるんかなっていうこと で、 でそこに書いてた工房をメモして、それでお電話させてもらって、直接、そうですね、それが大阪だったんで、その本屋さんですごいですね、その一冊の本で、そうね、むしろ、まあ、金融機関ということですから、まあ、割と安定した仕事ですね、硬い仕事ですね、すごいですね、これを蹴ってでも、まあ、1年間ぐらいはちょっとお休みの間に大阪行って勉強したりとかして、うん、それで29の時に、ガッサラして独立してて、でもそれからでも、でも20年ちょっと、そうですね、そうですね、経ちますよね、はい、それは何、一般的に僕らでもなんか お目にかかれることはできるんですか。ありますね、はい、まあ住宅に主に使ってるんですけど、住宅に主に使ってるんですか。そうなんです、意外に店舗かなと、そんなイメージ、一般的には思われるんですけど、もう9割住宅で、はい、そうなんです。どんなところにそれが使われるんですか。そうですね、もう明かり取りだとか、ドアの間の中のガラスだとか、化粧ガラスみたいな、そうですね、そういうことですね、で階段の吹き抜けの上のところで、はい、ステンドガラス的な、そうですね、光を楽しむみたいな形でやったりとか、そんな感じですね。一般にこう小売してるっていう感じではないんですね。そのそうです、そうです、はい、もうあのオーダーを受けて作るっていう形で、イメージを聞いて、こんな、そうです、そのデザインにしてほしいっていう、そうです、はい、あの内装を聞いたり、はい、年齢層、お節さんの年齢層を聞いて、はい、好みを聞いたり、はい、照明がどんな形なのかとか、まあ、そんなところから、打ち合わせしながらデザイン決めていったりとか、はい、すごくクリエイティブなね、県内でもそんなにいらっしゃらないんじゃないですか、それを。そうですね、はい、少ないと思いますね、ですよね、非常に特化したというかね、そうなんです、特殊ですね、だからそうですよね、初めてそういう職業っていうのをお聞きしましたもの、まあでもそれだけその本をね、見た時の感動っていうのは大きかったんですよね。そうですね、図画工作は大体2だったんですけど、手先はそんな器用な方じゃなかったんですよ。なんか昔をよくそれをやろうと思いましたね。そうなんです、昔を知る人からしたら、ね、作品の写真とか見たら、これあんたが作ったんみたいなっていう驚くぐらい驚きますね、本当。すごいですね、意外なところにあるんですね。やっぱオーダーを受けてすごくその一つの作品作り上げるまでに時間とかもすごくかかるんですか。ものにもよりますね。ものにもよりますね。やっぱり手間が、かかる仕事で、本当にデザインして打ち合わせして、で OK いただいて、そこから本当にものによりますね。という間にまた時間が決まったんですけども、ちょっと、このコーナーですね、はい、Facebook のお友達をつないでいるコーナーなんですが、はい、次のお友達をご紹介いただきたいんですけども、はい、どなたをご紹介いただけますでしょうか。はい、阿部義彦さん。阿部義彦さん、はい、じゃあちょっともう一度再確認をしていただいてよろしいですか。はい、わかりました、はい、お願いします、はい、
かがだったでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫でやってます。ありがとうございます。はい、通称アベッチですね。アベッチ。そうだ、来たらアベッチですね。って言えばいいですね。はい。ということでね、はい、まあ、今回は、まあ空手の方のね、はい、もうこれ本当にもう36年やってらっしゃるということで、はい、何かちょっと一言ありましたら。はい。あ、そうですね。はい、まあ私の方が本当に中学浪人をして、すごく自分のセルフイメージが変わることで大きく変わって、はい、まあ、その時同時に始めた空手によってもすごく影響があったので、そういうことをまあ子どもたちにあるいは大人の人にも、はい、ぜひ経験してもらいたいと思ってますし、はいはい、今城北地区、はい、医大北条、はい、堀江、はい、そして大人の方は一番町の方で、はい、やってますので、はい、またぜひ、はい、こちらの方にですね、連絡先を入れておきますので、はい、空手やってみたいという方は ね、これをきっかけに、ね、矢野さんの方にですね、はい、それいただいたらと思います、うん、はい、ということで今日はどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。生き生き頑張ってるマンのコーナー。ファイト。はい、さて今回はですね、うん、浜川けぶりくんに、登場していただいております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと自己紹介いってきますかね。一応はい、あ、はい、はじめましての方は、はじめまして、愛媛と東京を、拠点に、活動しているシンガーソングライターの浜川けぶりと申します。過去に例えば、水木奈々さんの、バックのコーラスだったりとか、長渕剛さんの、後ろでコーラスをさせていただいてて、今は楽曲の制作だったり、自分の活動のために今愛媛で曲を作りながら全国を飛び回って活動をしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、これまでね、以前のねイベント告知のね、あのコーナーとかで何とか出てきて、来てくれてるのはもちろんレギュラーなんですよね。あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてのゲストということで、そうです、やっと今乱入でね、そうですね、ララ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 ラって登場してたからね。そうなんですよ、ちょっとやっとここまでこぎつけることができました。ありがとうございます。まあそんなわけで、まあミュージシャンというね、そうだ、今日はちゃんと紹介して音楽活動してるんですが、まあ今回ね、けぶり君に出ていただいたのはですね、ちょっとまあ魅力的な、あの部分もあるなというふうに思ったので、ぜひそんな話をちょっと聞かせてもらいたいんですが、まあさっきもね、あのこのまあプロミュージシャンたちがね、バックでやってたりとか、はい、今はいくつなんでした？あ、24です。24歳で、はい、その頃っていうのはいくつぐらいの頃だったんですか？水木奈々さんのコーラスは22歳。あ、そうだ、最近っちゃ最近だな。そうですね、はい、長渕さんは20歳とかの時にやらせていただきました。当然、まあ、そういうことが経験できるってことはもっと前からそういった音楽活動をしてたんですよね。はい、音楽は高校の終わりから、はい、ギターを弾き始めて。そう、遅いじゃん、そういうね。遅いような。そうですね。あとは金か。いえいえ、違います、違います。ついつい、もう、煙くん前にしちゃうとどうしても言っちゃうの。ちょっと金の話があるの。すいません、本当。はい。で、もともと好きだったんですけど、ずっとラグビーをしてたので。え、煙くん？はい。これで？はい、なんかちょっと弱そうなんだ。あ、そうですあまり向いてなかったんですけど、やっぱり向いてなかったけどやってたんだね。はい、やってたんですけど、音楽に目覚めたのが高校の終わりで、でも思い立ったらもう初めて好きなことだったんで、もう東京に行ってやろうと、あ、もうすぐ上京したの？はい、もう弾き始めて本当2年も経たないうちに、そう、もうすぐもう俺は東京でやるんだって言って、当てもなしに行っちゃって、はい、貧乏生活しながらなんとかこう音楽をハングリーに。けどいきなりその長渕さんのね、どこからどうなってそんなとこに、その東京に歌をこう教えてくれる師匠ができまして、その方があの
スマップの青い稲妻のイントロであのパーリルパーリって歌ってる、あの人が師匠なんですけど、歌ってる人が、はい、ああそうなの、はい、その師匠に、気に入っていただけて、いろいろこう習いながら教えてもらってる時に、あの仕事どうとか、あのこういう仕事もらってるけどできるんじゃないかなっていうので、いろいろあの誘っていただいて、すごいな、はい、すごいパイプができたね。そうなんですよ、おかげさまで、はい、そこから音楽活動をいろいろ精力的に、はい、でこれからそのちょっと普通とは違う活動というのは何？僕が前にちょろっとね聞いたのでは、まあ、とにかくその、まあ、音楽活動やってる人たちっていうのは、自分がこう有名になりたいとか、ね、あ、そうそうそう、まあそうだよね、ミュージシャンはね、まあ、そういったところにこう、まあ目標があって、ね、女にモテたいとかね、まあ、大体そんな、まあ、そういうことだと思うんですよ。ところがちょっとそことは違うんだ、違うんだ、うん、はい、まあ、あの当然やっぱりいろんな人に聞いてほしいとかっていう気持ちは、あの僕も持ってて、いろんな人にこう気に入ってもらえるようにとか、あのいい曲だよっていうのはいろいろこう発信はしていきたいふうには思ってるんですけど、あのそれがちょっとみんなはあまりにも強すぎるんじゃないかなと、そればっかりってことだ、はい、なんで告知とか宣伝とかにすごくこう時間を当てたりして、じゃあ肝心の曲の制作とかにこう本気を出して取り組んでるのかって言ったら、なんか僕はそんな風に見えなかったんですよね、東京にいた時に。やっぱりこの集客、お客さんを何人呼ばなきゃいけないとか、いろんな人に聞かせるためにみたいな、このこう商業的なイメージがすごく、それこそ金の匂いがする、そう、そうなんですよ、そう、金好きみたいな感じだったんですけど、やっぱりちょっとあまりにも金すぎるなとそこで思って、なのであの僕はそのまあいろいろこうよくもしてくれてたんですけど、東京にいた時も、でもやっぱりこう自分のその音楽をもっとこう高めたいというか、時間をこうもうそれだけ集中できるようにしたいなと思って愛媛に帰って、今はもうその本当にそれだけこう一曲一曲使い捨てみたいに曲がならないように、あのこの曲が一個できたらずっともうこの人の曲として、もうみんながこうあの忘れないでくれるような曲を作れるように頑張ろうかなと思って。素晴らしい、うん、昔の音楽ってね、まあ歌謡曲とかでもそうですけど、そういう時代がちゃんとあったんですよね。で今、それこそ今の時代は、使い捨ての音楽みたいな、みたいにちょっと感じるというか、そう思う、私が生まれてない時のヒットした歌とか、口ずさめるんだよね。ああ、そうだね、エヴァーグリーン的にね、残ってるってことだよね。誰が歌ってるかとか分からなくてもちょっとこう歌えたりとか、すごいなんか一曲一曲大事にそうですよ、ね、されてきたんだなっていうのを、そういったような音楽を作っていきたい、作れるように頑張りたいなと思って、後世に残る、はい、歌い継がれるという、 そうです、それってどんな音楽なんでしょうね、はい、多分マジョリティの方の、こうみんなが受けるみたいな曲を作ると、でもやっぱりそれってこう売るためみたいに、当然セールスを考えたらな、はい、に連結すると思って、そのポピュラリティに特化すると、後世には残らないような気がしたんですよね。その時は売れんけどみたいな、はい、あ、なので多分みんなその歌謡曲に残るような曲っていうのは、多分あの売れるためにっていうよりは、このその曲に対するこう情熱だったりかけた時間だったり、自分の経験みたいなものを多分すごくこう注ぎ込んで、みんなに聴いてほしいっていう思いだけで作ったんだと思ったりするんですよね。売れる売れないは別だと、はい、要するに一人でも多くの人に聞いてもらって、その人たちが感動してくれたり、何かを感じ取ってくれたりするものを作り上げるってこと、はい、多分確かにこう良かったっていうのをずっとこう残せるような曲じゃないと、結局これだよって言ってもすぐ使い回されちゃうとか、こう商業的になるっていうのはやっぱりどんどんこう古くなっちゃうと思うんですよね。だから とにかく多分その曲の強度というか、一回聴いたら、あ、この人のこの曲だったなっていうのがしっかり残るようなクオリティを一曲一曲しっかり作らないとそもそもダメなんじゃないかと思って、はい、厚みとか作り込みとか、そうですね、はい、演歌っぽいね、そういう意味ではなんかね、ああ、そうですね、なんかイメージ的によ、確かになんかポップとかではね、ではない、なんか演歌っぽい感じでね、はい、で長年かけてっていう感じだよね、はい、そうですね、そういうことをこう思いながら曲を作ると、やっぱりみんなはこうギターを弾いて
歌ができたっていうところからできるっていうのだと、うん、そればっかり作ってると多分もう形がそれでこう自分の中で法則ができちゃうとこれも良くないんだなと思って、うん、もう例えば、タイトルから決めちゃうとか、うん、でタイトルをずっとこう考えてるとこういう音が鳴ってそうとか、うん、こういうものがこう見えてくるみたいなのを音にしたところからそれを曲にするとか、うん、とかっていうのもまたいろんな方法があるんじゃないかなとかっていうのを今ちょっと模索中というか、なるほどね、はい、頑張ってるところなんですけど、はい、まあ本当ね、あの音楽、まあ、あの考え方いろいろあると思うんですけど、まあ、そういったね、あの思いを持って、まあ、音楽をこれからね作っていく、それを、まあ、あのなんていうの、継続していくっていうのも、まあ、一つの方法ではないかなと思うので、はい、もう本当頑張ってもらいたいな。そうだね、はい、ちょっと見直したよ。ありがとうございます。ああ、よかった。はい、ちょっと頑張ります。聞いてみたい。うん、あ、そうですね、うん、まあ、あのね、自分が歌ってるだけじゃなくてこう音楽の楽曲の提供なんかもするということなので、あ、はい、まあ、どこかでね、浜川きゃうりっていう名前が ね、 そうですね、皆さんの目にあのこう届くようになったら ね、 ね、いいんじゃないかなというふうに思います。印象のある名前だからね、煙ってなかなかね。はい、ありがとうございます。と、はい、いうことで、今日はね、はい、まあ、という間でしたけれども、はい、浜川きゃうりくんに来ていただきました。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。北海道ラジオ80回いかがだったでしょうか。はい、いかがでしたですか。うん、ね、キリのいい80回で、うん、僕が言いたいのは満金丹さん頼みます。それだけです。そうだね。はい、じゃあいかがですか。今日はですね、はい、なんか自分にとってすごく収穫だったんですけど、いいね、うん、まあ、ゲストの方の話をこう、はい、今日いろんな方聞いていて、うん、やっぱりこう思ったことをすぐに行動される。方と定年後にしますっていう方だそうだよね、あの大学生の子。そうですね、でもなんかすぐに行動に移して何事もやるべきだなっていうのをこう感じた一日。なるほど、ちょっと身になる、すごく良かったです ね、 ね、撮影もね、今日はずいぶんね、あの真面目に今ね。本当だよ、雪らしからの満金丹は、満金丹もう呼び捨てかよ。呼び捨てかよ。満金丹さんはあの心がちょっと和む、はい、和むね、はい、とってもいい時間でした。はい、はい、ということでね、また次回お会いしたいと思います。はい、さよなら、またね、バイバイ。